今ほとんどサイドアウトはなくなったのですごくいいと思うんですけど、ちょっとですね浅い球とかあと僕の球出しが甘くなってしまった時にラケットのスイングで持ち上げすぎてしまって結構大きなオーバーとかが、あったのでちょっとそこも改善していきたいなと思っています。なのでそこも状況判断の、力が必要になるんですけどちょっと浅いなと思ったらいつもより、半歩前に入るとか少しこう大股気味に入るだけでも、そこの打点であったりとか体のバランスは修正されるのでそれも意識しながらやっていきたいと思います。浅い球は少し大股に深いのは深いです。これだけで全然変わるんでちょっとこれ意識してやっていきましょうか。今ですねアドバイスさせてもらって、かなり良くなったと思います。サイドアウトもほとんど、なかったと思いますし、しっかりとこう浅いボールにも反応して、状況判断できていたのでいいと思います。そうですねちょっと気になったのがもうちょっとこうポジティブな意味でパワフルな球が打てそうかなっていう気がしてるんで今目指してもらって、ラケットの引きがちょっとまだ控えめなんですよね。ここの引きをもう少しこうグッと肩を入れて、ラケットがこう後ろまで、引ける相手にこう肩を、見せれるような、肩甲骨ですかね見せれるような状態を作ることによってよりこう、しっかり溜めてしっかりパワフルなボールが打てることにつながると思うので、ちょっとこう溜めを今までよりも、しっかりと引いてやっていきたいなと、思います。まずはいつも通り素振りをしてもらっていいですか。全然悪くはないですね。すごく綺麗なフォームでいいと思うんですけどよりこうためをしっかりと、することによってよりこういいボールが出ると思ってます。じゃあちょっとラケット持ってもらって、ラケットを引いてちょっとこう相手に肩甲骨を見せる感じでそう肩を入れてそのぐらいまでラケットを引きます。ラケットがもう、自分の体で隠れて相手から見えないぐらいそのぐらいちょっとラケットを引いてみてそこからこの前教えたように前に押し出していく。そうでそれ何回かちょっとやってみましょうか。そうラスト OKOK そうこのぐらいしっかりと肩甲骨を見せて、溜めていくというところでもうちょっとやってみましょうか。いいですね。
アナちゃんは僕が教える前からもできてたんですけど、あんまりこう最初からこう弾きながら動くっていうよりかは、少しこう軽めに弾いておいて、打つ瞬間、あるいはこう踏み込む瞬間にこうさらに、もう一段階グッと、肩を入れるっていうのが、まあ、できていたんですけど、まあ、それがあるとですね、よりこう勢いがついていいボールがいくので、あんまり最初から弾きすぎるというよりかは、踏み込む時にグッともう一段階こう沈み込んだりとか、肩を、しっかり相手に見せるっていうので、それが大事になってきます。テイクバックしてここでグッと引くと、テイクバックしてこの踏み込む瞬間、テイクバックしてここで止める、そうしっかり引いてグッと止める、そう前に押し出す、で打った後に今こう足が前に出てると思うんだけど、もっと前に出していいです。打った後にもう右足よりも前に出すぐらい、体のターンを使うと、より下半身の力でしっかり前に飛ばせるんで、ちょっとターンの足をもっと前に出すっていうのを意識してやってください。おー、いいね。ボールを前に押す。前に。いいね。あんまり今の左手主導にならない。で押し出す、そう右手で押し出そうとすると自然に足も前に浮かんだんで、右手で押す、そう、いいね。もう一個プラスアルファとして、最後ライジングをバックハンド教えたいと思います。まあ、ライジングのいいところは、まずは攻撃的な意味合いで、バウンドしてからすぐのボールを打ちますので、相手の時間を奪うことができるというのが一個と、あとはディフェンスの、時にも使うことができて、特にこうエッグボールとかスピンボールとかでバックの高いところを狙われた場合に、高いところ出てしまうとどうしても力入らないので、ライジングでそこを処理することによって、自分も、ポジションを下げることなくですね、ニュートラルのゾーンで打ち返すことができるので、まあ、いろんな使い方ができるショットです。なのでそれを今からですね、彩乃ちゃんに教えていきたいと思います。はい、じゃあ実際に打っていきたいと思うんですけど、ライジングはタイミングがすごい大事です。力とかは相手の、バウンドしたてのボールなので、ボール自身に力が残っているので、あんまり自分の力使う必要なくて、さっき彩乃ちゃんに教えた、この最後の踏み込む瞬間のグッというため、このタイミングがあったと思うんですけど、このタイミングのすぐ後に打ち出すイメージ、ちょっとタイミングの、伝え方なので僕も伝えるの難しいんですけど、いつもの通常のバックハンドであれば、最後にグッと溜めてから、打つまでに少し時間があると思うんですけど、ライジングの場合は、もうそれをトトンと、すぐ打ち出すイメージなので、ちょっとこれは実際に打ってみてですね、打ちながら伝えていきたいと思います。溜めてすぐ打つ、溜めてすぐ打つ、コツとしては、溜めるときに一瞬グッと沈むとタイミング取りやすいので、打つ前にあえてすぐ沈む、あえて沈んで打つ、あえて沈んで打つ、ラスト、あえて沈んで打つ瞬間のこの沈みによって、リズムを取ったりとか、タイミングを合わせることができるので、ちょっと意識してやってみ、ようと思います。ライジングはタイミングが遅れてしまうとサイドアウトするんで、タイミングを、早めるプラス打点を前に、今のいいよ、ここいいんじゃない、タイミングいいよ、ここいいんじゃない、いいよ、いいよ、タイミングいいよ、
タイミングバッチリ。今回はしっかりとこう溜めた、弾き方っていうのと、あとライジング、この2つをプラスアルファとして教えたんですけど、やってみてどうでした？ライジングはすごい難しかったんですけど、やっていくうちにだんだんコツがつかめてきて、前で取る感覚っていうのも分かってきて、楽にボールが飛ばせるようになって、すごい楽しくできました。はい、僕も見てて本当びっくりしました。ライジングって普通、まあ上級者の方とか競技者の方が使うショットなので、ちょっと習得難しいかなと思いつつ教えたんですけど、もう教えてすぐ、タイミングをものにしてくれたので、本当に、すごいなと思いました。ちょっとバックハンドは今後も武器として、使っていけるといいなと思うので、まあ、横浜のオズニアキと呼ばれるように頑張っていきましょう。アイアンチャレンジ、まだまだ、課題はたくさん、残っていると思うので、それを一緒に克服して、アイアンちゃんの目的を達成できるように、レギュラー入りできるように、支援していきたいと思いますので、視聴者の皆様も応援をよろしくお願いします。お願いします。